はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、覇王城権限という最強のスキルをまた使ってデッキ組んできたんでやっていきたいと思います。ね、本日やっていくことをご説明する前にまず覇王城の効果説明していきましょう。ちなみにスキルはね、融合をかまたフュージョンを見せつけるとデッキ外から覇王城を出せるっていう結構強いスキルなんですよね、これ。で、覇王城がちょっと丸1枚無視しまして、丸2枚一ターンに一度自分の悪魔族モンスターが相手モンスターと戦闘を行うダメージ計算値、デッキエクストラデッキからイーベルヒーローモンスターを墓地に送りつけると、自分のモンスターの打点がアップする、レベルかける200めっちゃアップできます。これまあマリシャスデビルとか送れば1600とかアップできるんですけど、これ悪魔族モンスターだったら何でもいいんですよ。皆さん、悪魔族モンスターで一番強いモンスターって何かご存知ですか？悪魔族モンスターでめっちゃ強いモンスターはプルガットリオなんですよプルガットリオなんですよ、悪魔族で一番強いのは。ということで今日は召喚獣プルガトリオっていう最強の悪魔族モンスターの打点を覇王城で上げて殴るっていう、これです。これがやりたかった。俺はもう覇王城が実装されてずっとやりたくてこれがやりたくて覇王城のスキルゲットしたからやっていきましょう。デッキのエクストラデッキはこんな感じになってまして、で、ギミック的にはこれどういう風になってるかっていうと、ブレイズマンと沼地のマシン王がなんとね、キャバルリーにもなれるし、プルガトリオにもなれんのよ。ブレイズマンって炎属性かつ戦意速なんで、キャバルリーは戦意速で、プルガトリオはこの炎属性できるでしょ。で、沼地のマシン王ってのはこれブラックマジシャンにもなれるし、召喚師アレイスタにもなれるんで、これ最強なんですよ。まあ、沼地じゃなくて別にこの、融合上に生物闇とか心眼のなんか女神とかでもいいけど、これで、ブレイズマン召喚融合を持ってくるスキル発動して覇王城を張る。で、沼地のマシン用とブレイズマン融合してキャバラリーを出す。で、召喚魔術打って、墓地の、マシン用とブレイズマンで、プルガトリを出す。で、覇王城で打点上げてぶん殴るが勝ちです。これが勝ち。もう、これを やりたかった。で、まあ結構ね、そこそこね、初手ね、キャバラリーが出るんで、このデッキ。まあ一応、バイオンも入ってますし、ブレイズマンも入ってますし、これ、エアマンで、ブレイズマン、持ってきて、で、なんか、沼地のマシン王の効果で融合持ってきたりとかして、なんか融合とかすれば、なんか出したりするんで、結構、初手キャバラリー率はそこそこ高いです。はい。まあ、ある程度、事故率はありますけど。なんで、初手キャバラリーが出るから、もうね、抜きました。防御だとか、狡猾とか。まあ、月の書とかサイクロンとか抜きました。もうキャバルリーに全部任せる、制圧は。で、キャバルリーにそれ任せて、で横にプルガトリオを出してぶん殴るっていう、こういうデッキです。早速ですね、プルカス覇王城、この力見せていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、カリバちゃんですね。よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。カリバちゃんはあんまり関係ない。なんでかっていうとバックがないからこのデッキびっくりするくらい魔法トラップ伏せないんですよ。伏せるカードないんで、まあ、覇王城をたまに割られるくらいですかね。カリバマジでどうでもいい。それがいいところですね。今結構魔法トラップが強いから、いっぱい伏せてね、防御だがいっぱい ある、まあ、環境だと思うんで、意外とね、まあ、サンダードラゴンとか微妙だけど。なんでハーピーのカリバってやっぱりせこいんですよ。これ せこくないこのスキル。これハーピー出すだけでさ、サイクロン打てるの、これせこくない。これ俺ずっと思ってたんですけど、このスキルやっぱおかしいと思うんだよね。まあそんなこと言ってでもしゃあないんですけどね。まあこの今のこの現状、この僕のデッキは関係ないです。なんでかっていうと、もう一回言いますけど、強えな。なんでかっていうと、もう一回言いますけど、魔法トラップを伏せるカードないんですよ、マジ でキャバラリーはハーピー相手に強いので、多分ね、なんとかなると思う。はい、オッケー。しかもなんか魔法トラップ発動した瞬間にキャバリーの方が挟まれると、ハーピーの方が発動できないっていうパターンあるんで。ブレイズマンの効果融合を手札に加えていく。スキルを発動していく。覇王城軽減、絶対的な力、これ多分勝ちました。そして手札よりマジックカード融合を発動。さあ融合の効果によってて、めえの一番苦手であろうモンスター出してやるぜ。俺は心眼の女神とブレイズマンで融合召喚、入れよ最強のヒーロー超魔導騎士
ブラックキャバラリー召喚魔術発動。今素材に送った炎属性モンスターと心眼の女神をぼ、ゲームから除外するとなんと召喚獣プルガトリオを特殊召喚できるのさ。つっつえつっつえこのね。いやプルガトリオダメージして効果つきいいだろ。そんな効果は関係ない。ちなみにこの効果にチェーンしてキャバラリーの効果が入るためハーピー SC の効果も発動できない。さあキャバラリーの効果、こいつをおもちゃを振ると対象トロフが無効になる。バゴン行け、ダメージステップ、覇王城の効果、マルチャスデビロ墓地の栗、打点アップ。つえなんて強いんだ、なんて強い、なんて犯罪的な盤面なんだこれ。これさ、リンクス軽犯罪法には結構違反してる気がするんだけど。我が名は覇王、ユーの名も覇王。ハオハオ未来いいだろう。どちらが本物のハオが決めようじゃない。あ、キザル、てめえヒーロー使えや。エアーマンいいだろう。まあ一枚は、いや二刀流は一番読み。二刀流二枚伏せるのはちょっとあのやりすぎなんで、二刀流は一番読み。多分一枚はあれなんですよ。なんか光ったな。なんだ。これ二刀流は発動できないもの今。二刀流じゃないのか。でもまあ二刀流は多分なんか一枚ではあるな。まあこれ多分。覇王城権限。覇王城権限の効果によって融合を見せて覇王城を発動し、さらに手札にマジックカード融合を発動。融合の効果によって、最強のヒーローモンスターである超魔導騎士。最強のヒーローである超魔導騎士ブラックキャバリーと。これはね、これ迷うな。いやーこれむずいね。これしないと召喚魔術できないから、こうしてちょっと手札をね本当は2枚かき集めておきたかったんですけど、多分これ1枚になっちゃいますね。まあでもね、多分ね対象に取る効果はね、あの2通りだけだと思うわ。多分ちょ俺の読みで1枚、俺の読みちょっと言っていいですか。多分1枚は2通り、1枚は多分ね、なんだろうな、あのあれだと思うわ、墓地から蘇生するやつ、排水の陣、六部衆排水の陣みたいな。ライフを100にすることによって多分蘇生するやつを読んでるんですよ僕は。なのでつまり貫通モンスターを2体出しちゃうから勝てると、そういうことですね。いけ召喚獣プルガトリオ。さあこれが最強のヒーロー盤面。3分の1しかヒーローいねえけどな。いけ召喚獣プルガトリオ、ダメージステップ。自分いいっすか、自分ダメージステップ。2刀流ですよね、2刀流1枚いいんですよ。ちょ2枚はマジでやめて、ちょ2枚2刀流はガチでキモいからやめて。とりあえずブラックキャバリーの効果を、ブラックキャバリーの効果によってお前の対象に取ることが無効になるぜ。バリ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 バコーン、よしいける、ダメージステップ取る。4300いけブラックキャバリーアタック。あ完璧やったわ。じゃあまさか当たってると思わんかったけど、排水の陣やったー、貫通するやつ。完璧やったー。なんか死んだけど読み完璧に当たってた。やれ未来が見えた。占い師かけるわ。対戦ありがとうございました。さあ我が名は覇王、この世界を支配する。俺のターン、俺はエレメンタルヒーロー、ブレイズマンを召喚。ブレイズマンの効果発動、このハンドはめちゃめちゃに強い。そしてスキルを発動、覇王城権限。覇王城権限の効果により融合を見せつけると覇王城を発動できる。そして融合を発動、融合の効果によってエレメンタルヒーローブレイズマンと沼地のマシン王墓地の国ブラックキャバラリーを融合召喚。ターンを終了するぜ。対象に取る効果は2回無効。多分ね2回無効するとちょっとね召喚魔術墓地いっちゃうんで、次のターンプルガトリオ出せないっていう問題はあるんですけどね。意外とこれ自力になるパターンはあります。説明しよう。ボルカニッククイーン、このモンスターは相手のフィールド上のモンスターをリリースして特殊召喚できる、いわゆる怪獣モンスター、かっこラバーゴーレムちっちゃい版みたいなモンスターである。つまり
対象無効の効果を持っているキャバレリーであっても問答無用にリリースできるのである。無理ーあーいやーちょっと待って待って待ってうわーちょっと待ってくれうわー